こんにちは、今回はですね、仏教における縁起、そして同じく仏教における色即是空、空即是色、これは般若心経の中に出てくるんですが、このことに関して、ちょっとだけ、詳しくお話しさせていただこうかなというふうに思います。宗教的な話ではありますが、これもあくまでも、相対性理論、不確定性理論と宗教の関連性についてを考えています。宗教と科学の融合ですね、この道筋の一つとして、その過程として、仏教の縁起、そして色即是空を、相対性理論に基づいて、理解していくということを目的としています。したがってこれが理解できれば宗教と科学の融合ができるんじゃないかなということは私自身は思って、進んで、います。ではこれはチャット GDP を使って、勉強させていただきました。まず、仏教における縁起とはということです。あらゆる現象が互いに関連し、相互に影響し合って生じるという考え方です。この考え方は全てのものが単独で存在するのではなく、他のものとの相互作用にしているということを示しています。具体的にはある現象が生じる原因、因ですね、これ、原因の因です、とその現象が生じる結果となる果、結果の果ですね、が、互いにつながっていると考えます。そしてこの因果関係が重複し合って、すべての現象が、相互に、絡み合っているとされています。まあ、これは本当に相対性理論、不確定性理論ですね、その重ね合わせのあれと全く同じですよね。この、因果のこの縁起の縁起の考え方によって、人々は自分自身が他者や周囲の環境と密接に関わり合っていることを認識することができます。また全ての現象が互いに関係 していることから、自分自身の行動が周囲に及ぼす影響を考えることが大切であるとされています。これはシルディンガーの猫の実験でも分かりますように、観察した時に、確定するということですね、観察する前には不確定であると、重ね合わせの状態になっているということです。また見ることによって片が右スピンしていれば、反対側は遠く離れても左スピンするということと同じようなことです。仏教ではこの因果の考え方を通じて苦しい苦ですね、いや空、空はですね、何もないということですといった教えが示されます。すべての現象が因果関係によって結びついているということから、あらゆるものが一時的なものであり、永遠に続くものではないという空の教えが示されます。また因果関係に、よいしょ、因果関係を正しく、因果関係によって、苦が生じることということから、苦しみを克服するために因果関係を正しく理解することが大切であるということです。とされていますということですね。まあ苦しみを克服するために、まあ因果関係を正しく理解しましょうということですね。仏教は人々を救ってくれる、ということを、まあ、目的にもしています。これあくまでもですね、仏教ですよね。でも世の中には宗教がたくさんありますよね。ヒンズー教、キリスト教、とか新教宗教なんてたくさん出てますよね。まあそういう その仏教以外のことに関してはですね、この相対性理論、不確定性理論とは関係ないような教えがたくさんありますよね。キリストはこうおっしゃった、信じるものは救われる、信じないものは救われないぞというふうなとことか、信仰宗教といろんな考え方出てますよね。ですがこの仏教のこれ考え方は本当に今の最新科学と本当に同一であるということが本当に、わかりますね。次ですね、般若心経におけるですね、仏教のこの色即是空ですね、これについてです。仏教における色即是空とは、物質的な存在である色、これ色で色ですね、とそれが空であるという、等価であるという考え方です。色が空であるという、何もないという考え方です。つまり色という現象も他のあらゆるものと同様に一時的であることを意味します。まあ一時的に見えてると、
か、観察したときだけその式、いわゆるものが存在しているということです。観察しないときは ものは存在していないということです。この考え方は仏教の中でも特に般若心経において強調されています。この経典には色即是空、空即是色という言葉が登場します。まあ、これは色即是空の反対ですね。空即是色反対です。これは物質的な存在である色とは実体がなく一時的なものであると、同時に、それが空であるということと等価であるということを言っていると。物質があるのか、あるんだけども実際はないんだと。この考え方は人々の物事を固定化せず一時的なものとして捉えることを促し、現象を客観的に見ることができることを目的としています。またこの考え方は無常という考え方、も深く考え方とも深く関わり合いを持っています。すべての現象が一時的であるという認識、一時的であるということを認識することで人々は物事に執着することなく現実を受けることができますということですね。執着しないことですね。そうですね。いや、執着っていうことはいわゆる我ですね。俺はこれはこうなんだこうなんだっていうのは間違いですね。そうかな、違うかもしれない、そうかもしれないっていうのはこう柔軟的な考えです。だから我を持つのは良くないよということをですね。色即是空の考え方は仏教の中でも特に、禅宗において重要視されています。禅宗ではこの考え方を通じて瞑想を通じ直感や悟りを得ることを目的としています。そうなのかね。現象を客観的に見ることができるようになることで、自己の内面を深く観察し、真の自己を見つけることができるという、こととされていますということですね。まあ、仏教は本当に内面です。内観というんですけどね、自分の内側を見ていくということです。瞑想することによって、自分の内観を見ることができる、まあ、心穏やかにということかもしれませんね。ですので、まあ、この仏教における色即是空、空即是色、そして般若心経、そして縁起、こういう考え方がこの本当に昔ですね、の方がよく今の最新科学で、なんとなく分かってきた、こと、これとの共通点ですね。ちょっと調べてみますと、科学者ですね、相対性理論をやっている科学者もこの仏教の縁起、そして色即是空の考えを参考にしているということですね。なぜ、こんな昔にこういう考え方が出ていて、私たちのやっている最新科学でもこういう考えにイコールだぞという、表現は違っても同じことだぞということが分かって、それでこの、科学者の方も結果から答えを導くんじゃなくて先に仏教の考え方があって、それに今の科学がついてきているというふうに、でそれを証明するために数学的に当てはめていっているということのようです。まあ、数学はあくまでもユークリッド数学幾何学で基づいて計算してますが、まあ、頭の中で考えてもそれを証明するためには、数学的に証明する以外のことはないのかもしれません。この世はないもの、全てはない、空であると、見たとき、確定したとき、その人が思ったときだけ初めてものが存在するんだと、いうことですね。そうしますと、まあ、テレビとか見てますとコズミックフロントとかいろいろありますよね。ハッブル宇宙望遠鏡じゃなくてジョンウェーブなんだか望遠鏡、そうすると遠くの宇宙を見ててもそんな光が 何十億年かかって飛んでくるということは光のスピードと遅いなということですよね。本当にこう、全く違ったもので、瞬間的に分かる。ひょっとしたら宇宙はないのかもしれませんし、あるのかもしれません。まだその辺は私はよく分かりませんけども、あくまでも、ジェームスウェーブ望遠鏡ですか、ですね。赤外線で見てるということで、まだ目に見えるものだけが存在しているものとは限らないということですね。電波は目に見えません。可視光線以外の赤外線、紫外線は目に見えません。だけど存在してますよね。触ったもの、触って感じるもの、重さを感じるものがこれが存在しているかって言ったら、たまたまそれは重さを感じるだけのことであって、分子、原子、電子の世界になってくると全く空ですよね。本当にスカスカの何もないスポンジの本当にようなもんで、それをなぜ触ってそこで、重さを感じるのか、これは電磁気力なのか、一番強い力、弱い力、
ということを以前お話しさせていただきましたが、じゃあその強い力の電磁気力は何なんだということ、弱い力は何なんだということになってきますと、なかなかまたまた難しい話になってしまって、堂々巡りといいますか、私はまだ理解してませんね。まあそのうちだんだん電磁気力のこともあくまでも今は検証ですね、こういうコイルを巻いてインピーダンス、リアクタンス、コンダクタンスによってこういう電磁気力、そして磁力が生じるということだけが分かっているから、なぜそれが出るのかということをですね、なぜ電子のプラスとマイナスが引き合うのかということが分かりません。ですがそれがだん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 こういうことだなということが分かってくるんじゃないかなというふうに、思いました。まだ私も宗教と科学の融合の、密推の過程にいます。今回はですね、いろいろこう車の中で、ドライブしながら考えて、あこれそうかなということで、もう少し詳しく、因果と縁起ですね、縁起と、般若心経、色即是空、空即是色、是色、このことと、最新物理科学、のことを考えておりまして、ちょっと調べてみました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。まあ不定期でありますが配信してまいります。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。失礼いたします。